とね、ピッチャーでね、生きのいいのと、これからね、プロ目指すとか、でちょっとこうね、よかったんだけど、ちょっとね、こう悩んでる子がいるんで、なるほど、その辺見てもらってね、なんかいいアドバイスもらえたらなと。まあね、いいですか、ブルペン。うん、ブルペン。ほら、また上がったぞ。2169。好みだと思う。うん。センスも抜群いいし。何やってもいい。そうそうそう。何一つ悪いと。いい。波が激しいというか、いい時はいいし、悪い時は悪いで、浮いた球が続くとすぐ続いてしまうとか、すぐにこう修正ができないのが僕の課題で。変化球とは何持ってるの？チェンジとフォークとカーブとスライダーですね。カーブかスライダーとか投げれる、はい、軽くでいいよ、軽くって。ナイスボール、今のね。全然、全然。フォーク。フォーク、オッケー。フォークは何か意識してるの？もう真っ直ぐ。同じよ。持ちすぎとる。今のフォークも上がってこないままでここでいっとるっていう感があるから、もう少し早くでもいいから体をまず突っ込まないイメージで、まっすぐの同じように。チェンジアップと同じようなの開いたっていうイメージ。フォークでしっかり落とそうとするとどうしてもなんかこういうイメージが出たりとかするんで、実は言うとフォークでもこうじゃなくて、やっぱり基本的にはこう前でパチって切っていかないといけない。まあフォークというより本当にイメージだと速いスプリットっていうか、そんなイメージでいいと思う。行きましょう。です。まっすぐ、こっち。2球高めにね、浮いた後、その後こういう次投げる時っていうのも、だから僕らのもあるんだけど、悪い変化球を投げた後のストレートって浮きやすくなったりとか、そこからああもうあの変化球投げるんじゃなかったとかあるから、2球が高いっていうのをすぐなんかして直していくコツかなんかがないと、試合だとそこから手先で低くってあって、もうこれこそ変な迷いに入っていくんで。今のは高いけど力としてはあるっていう、ああいうちょっとこれはね、なんか今年の癖なんですよね。ああいう、ね、こういう斜めにいってしまうと抜けていくような、抜けていく、多分それがなくなれば思い通りのピッチングができるとは思うんですよね。急に突如そういう
多分起きてそのすぐ復活できないっていうか元に戻ってこないっていう普通に怖いっていうかまあまあここで吸ってるんでこう足上げて行くときにこうやってきてここで吸っていってるっていうのが普通になんか見とってだよねこういうなんていうのここでこういう動きっていうのかなこれが大げさすぎるから結局高めに浮いたとき低めに投げようと思うと横で早く振ろうと多分円盤投げのようになってきて腕が低いっていうか上がる前にもうここで行くしかないっていうふうになってきてあれなんかこんな弱いな球なんで急に変わるんだろうっていうことが起きると思うんでこういうそういうふうになった時っていうのは浅いイメージ入れない普通にこうやって行ってそのまま行くっていう感じとこれがだんだん大げさになってきてこういう動きが大げさになってくればなるほどこういう入り方するしこの傾斜に沿ってこっち側中心で背中から行き始める背中から行き始めるともう綱引き状態なんでもう上がってこないんで本当は傾斜あるんだけどどっちかったらこういう感じで投げた後にこういう風になるぐらいのイメージでいかないとでこの実を言うとここも重要でここが例えばこんなアバウトなとこ毎回なんか違うところのこんな動きとかよりもうすごいここっていうのは絶対安定してなんかこうコンクリートに足が埋まってるんだっていうことないとここは浮いたら投げる時に行く時にちょっとでも浮くともう力がもう分散どっか逃げるんでここっていうのは絶対埋まってると思って行くとこれが少なくなってくると思う、うん、そもそもそうなんですよこっちにこうなってるってことはこうなってるってことはあっちのキャッチャーに投げなきゃいけないキャッチャーのとこ投げるっていうのはすごいオープンにして投げなきゃいけない状態になるんでする癖もつくよね多分バッターもそうだと思うんけどバッターって右足がこっちに開いてこうやって構えたらもう弱いっていうだいたいこうだよねちょっとここはしておきたいでしょ多少はなるかもしれんけど乗らないやつがオープンで広げて乗せやすくしてるけど、うん、結局弱い、うん、弱いよねせっかくプレートのさこのなんていうの角あるんだが角をうまく利用して使っていくぐらいの感じでセットで入るんだったらこういう感じでね本当このプレートっていうのはね大事なんですよ意外とそうそうそれ慣れてくるとこのマウンドの上が触るっていうのもなくなってくると思うどんどん上がってるぞお前2000台だったら2100超えてるぞほらまた上がったぞ2159今のですごいいいと思うこの後方は大成功ですよこれでいいですあこいつ今日いい出来してるなとかここでわかる。で、そのさっきからどんどんね上がっていってる。うん、でボールがうまくこう指に伝わってるんだよ。ね。ね。こうよく頭で考えて股関節に乗っていないなとかこうちょっと突っ込んでるなとかいうふうに頭で考えてしまうんですけど。今日あの川上健信さんからお話をいただいた通りこう右足にも。こう課題があったというかそこにもズレがあったんだなというふうに今日ちょっと初めて感じたんですぐ修正していきたいなというふうに思ってますそれで来年がドラフトイヤーになるんですけど、まあ、こうプロとかこういいピッチングをするとかいうそういう結果よりももうしっかりそこに行けるだけのプロセスを持って
今頑張りたいなというふうに思ってます。